昨日の落雷の影響で島田市の神座地区では最大で415世帯で断水が起きています。復旧のめどは立っていません。今朝島田市の神座地区から水道が使えないなどの問い合わせがあり、市が調べたところ神座地区の取水ポンプに異常があることが分かりました。取水ポンプは昨日の落雷で故障したとみられ、朝から修理が行われています。この影響で神座地区では最大415世帯が断水となり、今も復旧のめどは立っていません。市では地区内の8カ所に給水タンクを設置するなどして対応しています。一部の地域では別の配管からの送水で応急的に水が出るようになったところもあり、今のところ大きな混乱は出ていません。島田市ではポンプの修理が終わり次第、速やかに水道を復旧させる方針です。